ここ上長屋駅の駅周辺案内地図でノアが道順を案内いたします。上長屋駅の改札を出たら右手にパン屋、さらにその横にエレベーターがあります。エレベーターに乗りましょう。1階のボタンを押しましょう。出口は反対側になります。ノア、いざ出陣。横断歩道といえど左右確認。横断歩道渡り終えたら左折する。ちょっと振り返ってみる。いざ前進、遅れを取るな。信号のある横断歩道を気をつけて渡るぞ。渡り終えたら右に行こう。この道を一直線に進めば着くぞ。ご主人様、見えてきました。最後の横断歩道を渡るぞ。これが今話題の流絶覧だ。80年から100年に一度しか咲かないという説があるらしい。5メートルの自撮り棒でも全然長さが足りないぞ。4月には1メートルもなかったぞ。テキーラの材料になるそうだ。ギャラリーが大勢いるぞ。反対側に行ってみよう。環状2号線を渡って反対から見るとこんな感じだ。
TBS ラジオが性配信していたぞ。なかなかなくてラジオで、うん、なのでせっかく来たからここに絶対来ようと思ってて、はい、上長屋 の駅からすぐのところに この物自体の取り上げ方はもうだからちょっと思い出せない。テレ朝ニュースの取材を受けたぞ。検索できるよ。これなんかマイクとかもつけてて、なんか GoPro ってなこれ撮ったものってなんかに趣味とかな大丈夫。あ、犬の YouTube に犬と一緒に散歩してるっていう趣旨の YouTube に。注意書きだけでなく柵までできてしまった。